おお、お前の心には何もない、断りの芽生えすらない。お前は何者かにならねばならぬ。東京が死んで僕が生まれた。人がかつて経験したことのない世界の転生よ。他に生き残った人間はいないのか。助けてくれ、こんなところで時間を食ってる暇はねえんだ。人のような悪魔のような人修羅が我らを解放してくれるとね。未来とは変えるためにある。自らの道は自らの手で切り開くのだ。汝の死への抗いは迷いに過ぎぬ。ウヌの体が魔人の血に染まりきるか、それとも我らの認めし力となりうるか。私、創生をやってみようと思うんだ。この世界では強い意志を持つ者は全てを塗り替えることができる。穏やかに回り明滅し、世界の意志の一部となる。それが最善にして最高のなりわいなのだ。もう前の世界は不要な存在を許容することができなくなってたんだって。だから私は作ろうと思うの。強いもの、優秀なものだけによって築かれた楽園を。みんな俺なんかどうでもいいと思ってる。そして俺もみんなを。我らが選びし魔人は全ての死を乗り越えられるのか、そして新たな悪魔が誕生するのか、見守ることにいたしましょう。世界と引き換えに生まれた悪魔か。家具土は君を呪ったけれど、僕は君を祝福するよ。あなたの意志で世界を作るのよ。新女神転生3ノクターン HD リマスター、2020年10月29日発売。これが東京か。厄介な依頼を持ってきやがる。オーケー、地獄の魔王に挨拶でもしに行こうか。ショータイムだ。プレイステーション。